I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Hello, people. This is the continuation of Digimon Cyber Sleuth. Please enjoy. Sorry about that. Thank you.
ああ、来たか。待ってたぜ。さっさとあのデカブツを片付けるぞ。お宅のお仲間にゾロゾロ来られると、よっこいだろう。ああ、そういや、スエドウから聞いてるぜ。お宅がエグザモンを弱らせた。やるじゃねえか、電脳探偵。ん？ああ、こいつか？こいつが気になるのか？結構便利なんだぜ、こいつ。なんだって食えるしさ。イーターだって、デジモンだって。ひょっとしたら、人間だって。俺さ、とにかく、食って食って食いまくりたいんだ。腹が減って、腹が減って、仕方ねえからさ。食えば食っただけ力が手に入る。でもって、心は何も感じなくなっていく。不思議なことに、これが、意外と悪くないんだ。意外とさ。引くか？引いてんのか？まあ、そりゃそうだよな。まあそんな大それたことをやろうってんじゃん。俺ずっとやり残してたことがあったんだ。それやっと思い出したんだ。だからそいつに蹴りをつける。そのために力が必要なんだ。もっと、もっと、もっと。だって、俺思い出しちまったからさ。もう逃げらんねえ。逃げ道はどこにもねえんだよ。だから、前に進むぜ。何があっても、俺はもう、逃げたりしねえ。って、そんなことは、いいじゃねえか。どうでも。そうさ、いいんだよ、もう。今やるべきなのは、このデカブツの始末だ。さあ、おっぱ。
離れてろよ。離れてろよ。
こいつはさすがにデカすぎだわ。いくらなんでも食い切れねえや。なんだ。ま、言わなくても大体わかるけどな。つうか、ぶっちゃけ。結局、俺はまだまだガキな。8年前から何一つ成長してね。変わってねえ。ガキのまんまなんだよ。だったら、ガキはガキなりにさ。利口な大人の言いなりになって、賢く生きてやる。そうすりゃ、欲しいもんが手に入るんだ。ギブアンドテイクってやつ。ま、そういうこった。がっかりしただろう。今までこんなのとつるんでたんだからよ。けど、見ててくれ。俺はもう、俺をやめる。ご苦労だった。しかし弱体化したとはいえ、あの狂える竜を撃破してしまうとは、やはり私が見込んだだけのことはあるな。さすが私だ。さて、活動を停止したエグザモンだが、現在はマグナムたちが監視している。再び動き出す心配はないだろうとのことだが、万一のためだそうだ。これは君とデジモンたちの絆が成し遂げたロイヤルナイツの戦闘能力をおろか誇らしく思いたまえ。真田新が気になるか。なるほど、君ならば歓喜されて叱るべき。彼もまたロイヤルナイツを危険するほどの戦闘能力。その力はいずれ、いや、すでに我々の新たな脅威と言えるかもしれない。が、彼のことは君に一任する。君らしく、半身の体当たりで解決したまえ。きっとそれが最善の道に違いないからね。その、実は、リエさんが、いえ、ロードナイトモンの居場所がわかりま、神城のエンジニアたちに協力してもらって、東京全域のデジタルウェーブ状態を解析し、秋葉原で起きているデジタルシフト現象のデジタルウェーブを操作した、その痕跡をたどった先に、ロードナイトモンを示す反応だから、その、秋葉原に来てください。お願い。事件もいよいよ佳境に入り、敵対するロイヤルナイツはルフトモンおよびロードナイトモンを残すのみ。その一方の居場所が特定できたのは大きな前進だ。至急秋葉原へ向かってくれたまえ。